富士グラン東広島は、広島県東広島市にあるショッピングセンターであり、東広島市内のショッピングセンターで、最大規模の商業施設面積とテナント数を持つ。愛媛県松山市に本社を置く、株式会社富士が運営している。2000年に、最上駅前にあった富士東広島店の規模拡大を図り、味噌の境に移転する形で開業した。 その後、富士東広島店は、富士グラン、最上駅前として2001年に再開店したが、売り上げの低迷で2007年9月、富士グラン東広島に機能を集約する形で、閉店した。また、高屋町の東広島ニュータウン内にも、ベスタ高屋店があったが、こちらも2007年9月に閉店した。TJOY 東広島は、富士グラン東広島に併設される、映画館である。 東広島市内唯一のシネマコンプレックス併設の店舗でもある。当館は広島県で2番目にできた本格的なシネコン。富士グランができるまでは、東広島市内には8本松飯田のストリップと平営の富士モーテル、劇場閉店後、定期的に映画が見られる施設が存在しなかった。ただ、最上プラザや中央障害学習センターでは、現在も不定期に、 映画鑑賞会が行われている。富士から発表されている平成20年2月期から平成22年2月期の売上データである。平成23年2月期以降4月発表分は店舗別のデータは公表されていない。なお、売上額の単位は100万円である。ありがとうございます。